フィギュアの魅力は元になるものが平面なことが多いんですよね。でその線だけで描かれた紙の上のキャラクターをいかにこの現実世界で漫画が存在しているって思ってもらえるかみたいなところが魔法感っていうかイリュージョンっていうか不思議な魅力がそこに僕は感じてますね。はい。中学生の頃になんか模型雑誌を読むようになってこんな世界があるんだと思って、まあ、有名な原型師さんが使ってるスカルピーっていう素材を知った時に高校の友達と一緒になんか仮面ライダー見て盛り上がってたんでアフロのなんか敵の怪人が人間の時の顔を一個作ったのが最初だったんじゃないかなと思ってます。高校生になって僕成績がもう急降下したんですよね。他の勉強ができた時の進路っていうのが全部断たれてもう原型師っていうのは本当なんか先が見えなかったんですけどもういいかと思ってもうひたすら目指してました。やってよかったですね。本当に成績落ちてよかったっていう感じです。一昨年ぐらいから僕はデジタル作業みたいに変えたんですけど奥さんがデジタル原型師だったんですよね。まあやりなよって背中押してもらって飛び込んでみたって感じです。パソコン内にある状態と出てきた状態がちょっとギャップがあったりするんですよね。それを見てからあダメだと思ってデータでもう一回戻って直してもう一回出してとかありますけどちょっとシワが気に入らなかったので多少パテ盛りましたね。はい。今年は10周年ということでサイズも大きいフィギュアになってましてゾロは一回昔作らせていただいてたんですけど刀とか好きっていうのもありますしゾロってなんとなく思ったんですけどなんかゾロって普段ずっと靴履いてるんですけどちょうど今ワンピースで和の国っていうところ着物を着てるので素足を作れるなって思ったんですよね。もう作り尽くされたゾロの中でちょっといいかもしれないと思って獅子孫孫っていう技がありまして刀をこう構えて居合斬りをする、まあ、ちょっとそのポーズだとあんまり作られてないかなっていうのもいいかなと思って選んでみた感じです。いつもやってるのが顔をいっぱい切り抜いたり今回ワンピースの手とワンピースの素足のコレクションも作りました。たくさん集めて見失わないようにはしてました。漫画の線っていうのはあるところとないところを結構絞った感じですね。イヤリングが残念みたいなことが多いので耳とあと髪も分かれてるんですけど顔が大きく作れるので歯を別パーツにしたり最初は刀の絵も握り手で作ろうっていう計画だったんですけどこういうポーズになりますっていうのを報告みたいな感じでこの手は開いたまま刀をここに浮かせておいて
あ、いやこれ後で握りになるんですけどって言ったんですけど、その時になんか担当さんがどっちか開いとくのもいいんじゃないみたいな、まあ僕も確かに浮世絵のポーズみたいな感じで顔周りが華やかになる気がしたのもあって、やりましょうかっていう感じで。結果的に良かったとは思ってます。ワンピースのキャラってブチ切れるとこの辺に血管がこう走るんですけど、ほっぺたにも血管を入れてみたのとか、ワンピースのこの丸いかかととか、何の靴も履いてない人の足、地面で踏ん張ってるっていう感じも出せるんで嬉しかったです刀で技を出す瞬間の迫力こそゾロっていう感じなんで、やっと侍としての足が見せれたかなみたいな。僕以外は全員優勝経験者なんですよねなんかまあすごい恐縮するばかりっていう感じですけど、本当に頑張ってぶつかっていく期待ですね。はい。